あ、どうもこんにちは。え、ちょっと待って、これとこれ足したらひょっとしてこうなるんちゃう？そんなひらめきぶっこんでくるやつ大体嫌われてる。よう、貧客庶民サイクリストども、底辺 YouTuber 友の会、童貞悪魔荒北仮面パイセンだ。今日はこのマグロ卸のマグロ丼屋さんから、都内湾岸地区でできる荒北仮面流ヒルクライムトレーニング、貴様らに教えていこうじゃあねえか。湾岸地区から山まではだいたい50キロ、そんなの行くのめんどくせえってやつにおすすめだ。橋は性癖、行っちゃいまショータイム。荒北仮面、改めましてこんにちは。底辺 YouTuber 友の会、童貞悪魔荒北仮面パイセンだ。現在豊洲ぐるり公園を走行中のこの荒北仮面、あの左側に見える豊洲大橋でこれからヒルクライム練習していこうと思っている。最大斜度は 6%、 平均斜度だいたい 4% から 5%、 その坂を使ってな、往復だいたい5往復ぐらいできるといいな。で、カズホみたいに、カズホのヒルクライム動画見たことあるやつだったら分かってると思うが、だいたいケーデンス60から70、重いギアで結構ゴリゴリ残ってる。そんだけでこの荒北仮面もな、カズホのようなクライマーになれるよ。軽いギアでくるくる回すタイプのヒルクライムではなく、重いギアでゴリゴリ回すようなヒルクライムできるようにちょっとなトレーニングしていこうと思うんで、よろしくマンドレル。まずは小手調べ、1往復目はインナー8速で挑戦したいと思っている。豊洲大橋の歩道は道幅が広く、歩行者通行帯と自転車通行帯分かれている。そしてとても走りやすい。シッティングでのヒルクライム練習に最適だ。それじゃあヒルクライムトレーニング第1ラウンドいっちゃいまショータイム。1往復目は、インナー8速でカズホのようにケーデンス70ぐらいで登っていこうと思う。それがな、ちゃんとできているかみんな確かめてくれ。よろしくマンドリル。こっからは下り坂になるんで、ペダルは極力回さないでインターバルモードに入る。そして折り返してきたら再び本気モードだ。歩行者さんや登ってくるチャリンコをビビらせないためにも、この下りはな、ペダリングなんかして時速40キロ50キロで下ったりするんじゃねえぞ。危ねえからな。キッズとかおじいちゃんおばあちゃんビビらしちまったらないけないから、ゆっくり下れ。わかったな。そしてヒルクライム練習で折り返すときは、この橋のたもとで折り返すと、後ろから来たな自転車とぶつかっちまう可能性があるから、こうやってちょっと、ぐるーっと遠回りしてここで U ターンしてから、迂回だ。じゃねえと事故っちまう。こんぐらいな余裕を持って走れ。わかったな。てか、ローケーデンスヒルクライムきついんじゃない？いつもなケーデンス90から100でヒルクライムしてるこの荒北仮面にとって、ケーデンス70、60でヒルクライムするのは結構骨が折れる。カズホなかなかやるじゃない。いいんじゃない？
さすがにインナー8速でな、ずっと走るのは無理っぽいんで、次はインナー7速、2往復目はインナー7速で登ってこようと思う。きついな、さすがカズオ、荒木高め、いきなりへこたれちまってるぜ、やばいんじゃない。こっち側で折り返すときも、後方の安全を確認してからこういう感じで大回りして、こうだな、こういう感じで大回りして本線に戻って折り返して第2ラウンド突入だ。第2ラウンドインナー7速ヒルクライムトレーニングスタートだ。第2ラウンドは速度維持を目指す、だいたい20キロを切らねえような、上りをしていこうと思うんで、確認よろしくマンドリル。もうお気づきの視聴者さんもいらっしゃると思うが、このヒルクライムトレーニング、実は往路は追い風、復路は向かい風。つうわけで往路はな結構楽ちんに登ってんだが、復路はな結構きつい。ヒルクライムに風向きは関係ねえと思ってるやつ結構いると思うが、こうやってな、追い風向かい風同じような傾斜の坂で走ってみると、だいぶこのな風向きっていうのは重要だっていうことが分かる。いいトレーニングになったぜ、いいんじゃない。よし、
第3ラウンドもインナー7速でそのまま続行してみよう。いつまで維持ができるかな。そこら辺が見どころなんじゃねえかな。いやインナー7速もちょっときつくなってきたな。そろそろインナー6速に落とす頃合いかな、ね、帰りは向かい風だからな。悩むところだ、うん、ちょっと悩むな。いやなんとかインナー7速で、時速20キロ切らねえで走ることできたよな。でも今回がギリギリだ。多分次は無理だな。もう結構へばってる状態だからな。第4ラウンドはインナー6速に入れちまうしかねえな。しょうがねえ、まだまだ修行が足りねえっつうことだ。ついに第4ラウンドはインナー6速へシフトダウン。ヘタレっぷり発揮しまったな。まあ許してくれ。ただここに来て大きな収穫。やっぱりこの荒北カンメにとってベストなケイデンスは80から90の間。ギアを軽くすることによってケイデンスが上がって心拍も上がるんだが平均速度も上がってきた。やっぱりな、ヒルクライムは重ギアでゴリゴリ回すよりも、ケイデンスでな登った方が楽に進めるような気がするな。勉強になったマンドリル。
第4ラウンドを地獄の向かい風、インナー6速、果たして時速22キロ前後で走り切ることができるんだろうか。ここら辺が今回の山場ってところかな。体力の限界、とうとうファイナルラウンドインナー5速まで落ちちまう。さてさて、時速は何キロぐらいなんだ。ケイデンス80過ぎで20キロ前後か。やっぱりちょっと速度落ちてきてるな。我慢や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 、荒木高め。あ、今視聴者の中に頑張れっつったやついるよな。傍観者が貴様らに言われなくてもこの荒木高め頑張るに決まってるだろう。傍観者は黙って視聴していろ。分かったな。よっしゃ、ファイナルラウンド折り返し、この地獄の向かい風を攻略すればようやく休むことができる。ペプシ早く飲みてえな。猛暑で喉がカラカラマンドレル、早くペプシを喉の奥に流し込みたいぜ。速度を見てくれれば分かると思うが、荒木高面の限界は近い。ほな15キロ前後をうろちょろしている感じだ。やばいんじゃない。
よし、登りきった。やっと登りきった。地獄の豊洲大橋5往復昼クライム練習やっと終わったぜ。死ぬかと思った。これからもな、カズホのようなクライマーになるためにはこのトレーニング時々やっていくしかねえな。視聴者のみんなも楽しみに待っていてくれ。荒北仮面的には、まあ、地獄のトレーニングでな、あんまやりたくねえ。ポタ勢だからな。荒北仮面ポタ勢だからあんまりこういうトレーニングしたくねえが、やっぱりな、カズホといろは坂走った時みてえに、荒北さんインナーロー入ってますよってな言われて煽られんのもな尺だから、やっぱなカズホに負けねえようにトレーニング積むしかねえ。YouTuber の佐賀だな。そしてな、みんななコメント欄で荒北仮面はトレーニング中も仮面してんのかっつって言われるんだが、もちろんしている。見てみろ、ヒルクライム練習だろうがスプリント練習だろうが荒北仮面はいつも仮面をかぶっている。それが仮面 YouTuber だ。分かったな。今日の動画楽しんでもらえたかな。もし楽しんでもらえたなら高評価チャンネル登録よろしくマンドリル。それじゃ貴様らみてえな貧脚庶民サイクリストにも良きサイクリングライフ訪れること、この荒北仮面心から願ってるぞ。また会おう。アリーベデルチ、さよならだ。じゃんけんポン。俺の勝ち。なんで負けたか明日まで考えといてください。そしたら何かが見えてくるはずです。ほな、いただきます。荒北仮面1日1回勝負。じゃあまた明日。